鹿児島県種子島の西に浮かぶ無人島の馬毛島に、航空自衛隊の基地建設が始まって1年経過したよ。滑走路を造成して島全体を航空基地にする工事が順調に進められているようだな。今回は出雲加賀経由、入港について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年1月12日付、鹿児島の南日本新聞社が、航空機から基地建設工事が進む様子を取材した記事を写真とともに掲載したよ。森林伐採や造成が進み、作業用らしき未舗装道が全域に張り巡らされている。あらゆるところで重機が稼働中。海沿いは大型専用の仮設桟橋が岸壁から沖へ伸び、内陸部にも建物が立ち並んでいたということだったんだ。道東における基地建設が本格的に進められていると伝えているね。防衛省は2021年8月6日、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練及び航空自衛隊機が訓練を行う飛行場を持つ基地を建設するとして、鹿児島県西之表市の馬毛島を選定したんだ。それに合わせて、道東に整備される港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したぜ。馬毛島は大隅諸島に属し、ロケット発射基地として有名な種子島の西方 12km に浮かぶ面積 8.2 平方 km で周囲 16.5km。島のほとんどが低地で平らな無人島だな。2005年平成17年の国勢調査ではかつて馬毛島を所有していたタストンエアポート社当時は馬毛島開発の従業員15人が住民として登録されていたので、その時は有人島扱いになっていたようだね。島の位置や形状から2007年頃より、横須賀基地駐留のアメリカ海軍第7艦隊の原子力空母が横須賀基地に帰島した際の、艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたんだ。その後、2010年平成22年に防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定。滑走路整備による航空基地だけでなく上陸演習場や事前集積拠点としても利用する以外にも、災害派遣時の物資集積場として使用する計画を立案、種子島などにでは地元説明会を開いていたよ。しかし馬毛島では2011年平成23年に馬毛島開発オーナー一族でトラブルが発生。その他にも滑走路建設などが原因の数々のトラブルも発生したぜ。そのせいで計画が危ぶまれていたが、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として2プラス2の公文書に表記。2018年には防衛省が馬毛島を海自空自両守る隊の拠点として活用する方針を発表。2019年タストンエアポート社との間で売買契約が成立したため、基地建設計画が進められているというわけだ。南日本新聞記事によると、基地本体の着工から1月12日までの1年で建物や施設も増えたため、まるで基地のための街が出現したようだと言っているね。馬毛島の中央部には建物が10棟以上密集し、宿舎の発電機や重機用と見られる燃料タンクやコンクリートプラントもなども確認され、基地建設工事が開始前からあったタストンエアポート社が建設したとされていた島の東西南北を十字に貫いていた2本の滑走路らしきものは、痕跡すらも全く認められなかったということだよ。防衛省の計画では基地滑走路は2本、島の北北西から南南東にかけての長さ2450メートルの主滑走路と1830メートルの横風用滑走路なんだ。この2本がくの字の形に交わるように設計されていて、滑走路地区の工事は2024年9月頃には完了見込みとなっているんだけど、現時点では全体像はまだ認められないね。防衛省の馬毛島基地イメージ図では、島の東側の海岸線に3本の桟橋など幹線係留施設の設置が予定されているな。こういった桟橋は現在空母化改修工事が進められている出雲型護衛艦。基準排水量19950トン、全長248メートル、全幅38メートルの接岸入港を可能にするものだぜ。係留施設として桟橋のほか、防波堤や小波堤なども建設される予定で、馬毛島に大量の物資や人員、燃料などを搬入するためには必要不可欠なもので、桟橋は沖合1300無まで伸ばす予定らしい。馬毛島基地のイメージ図には滑走路に沿って点在する駐機場スペース、整備などのための関連施設や管制塔などの飛行場支援施設が書かれているよ。他にも基地要員などの生活スペースを含む訓練関連施設や、航空機格納庫に燃料庫や弾薬庫、桟橋から揚陸した物資を収容する施設などが配置されているんだ。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは乗組員の給養や補給整備のため、年間数ヶ月は横須賀に寄港することになっているみたい。その間、関西機パイロットは空母からの離発着ができません。その代わりというか、アメリカ海軍ではパイロット空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP 実施が義務付けられているから、平時においては概ね年に1回もしくは2回、5月か8月に実施されるのが通常であり、訓練1回につき10日間ほどの期間で、昼夜の区別なく行われることになっているんだって。この FCLP は空母が出港する直前に集中して行われていて、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すものだが、夜間離着陸訓練 NLP では騒音問題が発生しやすいのは予測できるよな。日本での FCLP は当初、横須賀を母港とする第7艦隊の空母関西機が厚木基地を陸上基地にしていたため、横田基地なども併用して実施されていたが、両基地とも市街地が近くにあるため、騒音問題が絶えなかったわけだ。それで1991年平成3年8月からは横須賀から南に遠く離れた小笠原諸島の硫黄島基地で実施されるようになっていたわけだね。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは距離約 1000km で、長距離飛行のせいでパイロットは疲労するし、航空機は疲弊、大量の燃料消費などアメリカ軍は経費増大を不満として、2017年平成29年に空母関西機が山口県岩国基地に移転してから、岩国基地に近い代替地での FCLP 実施を要望していたわけだ。でもアメリカ軍の経費って日本も分担させられているんだよね。太平洋戦争激戦地だった硫黄島は距離が遠いだけでなく、今も火山活動が活発だから、その点の不安も理由にされているんだろうね。アメリカ海軍は岩国基地から近い馬毛島での FCLP は歓迎しているらしい。馬毛島の基地建設については、一部の市民などが反対を表明していて、馬毛島を管轄する種子島の西之表市では2021年1月に実施された市長選挙で基地整備に反対する候補が144票差で当選したため、今後の計画推進を懸念する声があるみたい。ただし西之表市議会は自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示していて、今後については市長と反対派市議の動きが注目されているだが、種子島等の3市町村のうち、西之表市以外の中種子町と南種子町では町も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているらしい。防衛省は海上航空陸上自衛隊それぞれに馬毛島での訓練を計画し、常に150から200名の隊員を駐在させる予定にしているね。種子島には宿舎を建設し、その家族も居住させることになり、馬毛島島内には施設保守管理に必要な最低限の隊員以外、基地隊員は種子島宿舎から定期船などで馬毛島に通勤する予定にしているんだ。ということは、過疎が進む種子島で1000人近くの若い世代人口が増えることになるから、地元では地域の活性化つながると歓迎する声も多いと見られるな。さらに基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品などを地元で購入すると期待されるため、種子島島内の経済活性化に大きく貢献するとも予想している向きもあるらしい。反対の声が一部にあるとはいえ、種子島島民の総意としては自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いとみなされているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2024年1月25日、防衛省は陸上自衛隊の重要装備品において、旧式化しつつある96式装輪装甲兵員輸送車の後継となる次期装輪装甲車として、これまで発表されていたフィンランドのパトリシア製の装輪装甲車 AMV に加えて、三菱重工業が設計開発した共通戦術装輪車を合わせて選定し、それらを量産して取得した上で、各部隊に配備する方針が決定されたことを示したよ。この共通戦術装輪車とは、現在陸上自衛隊への配備が進められている装輪8輪の、1-6式機動戦闘車の車体をベースとする装輪装甲車ファミリーの呼び名で、機動戦闘車としての機能の他に、歩兵戦闘車型、機動迫撃砲型、偵察戦闘型の開発が進められているぜ。今回はそんな陸上自衛隊の共通戦術装輪車の選定が決定した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。当初、共通戦術装輪車の開発について防衛省は、2018年1月に三菱重工業との間で共通戦術装輪車システム設計 A の開発契約を結び、2018年2月には小松製作所とも共通戦術装輪車システム設計 B の開発契約が結ばれていたが、2017年12月26日に共通戦術装輪車システム設計 B の契約を結んでいた小松製作所と防衛省は、試作車の防弾板などでの不具合を理由として開発完了予定時期を2021年以降に延期することを発表した後、2018年6月2日には開発計画が白紙になったと発表されて、7月27日に、正式に装輪装甲車会とも呼ばれた共通戦術装輪車システム設計 B 開発事業の中止が発表されたんだ。そのため98式装輪装甲車の後釜には装甲装輪車会と比較検討されていた、フィンランド製のパトリア AMV が、比較運用試験において三菱製の試作車両よりも優れた性能を示したとして採用が決定され、2023年度防衛予算に次期装甲車の取得費用として26両分136億円が計上されていることから、日本国内の企業によるライセンス生産の道筋も示されていたみたい。2023年8月31日には防衛装備庁が、プロジェクト管理装備品等の現状において、装輪装甲車 AMV の取得数量を派生型も含めて810両を調達することと、その1両あたりの運用期間が20年とされることを発表したよ。そして、2023年9月1日にパトリア社から、日本製鋼所との間でパトリア AMVXP のライセンス生産契約を締結したことが発表され、同社では防衛省を通して陸上自衛隊に最新の装甲車両を納入するために、日本製鋼所と強力なチームを結成するとの意気込みを示していたな。パトリア AMVXP は基本型の AMV の改良型で、AMV とはアーモアードモダラービークル装甲モジュラー車両の略称となっているぜ。1995年に、それまでフィンランド軍で運用されていた、6輪の装甲兵員輸送車 XA180 の後継車両として開発が開始され、当初は6輪式と8輪式に加えて10輪式の車両も試作されたんだけど、あと20輪式は製作が中止されて、AMV は8輪タイプが主流となったね。車体の防御力は高く、TNT 火薬 10kg までの爆発力に耐えられるほど、地雷や IED 足跡爆発装置に対する防御能力に優れている他に、車両前面の装甲は、口径 30mm までであれば戦車などの装甲を貫くために開発された装弾筒付き翼安定鉄鋼弾 APFSDS の直撃に耐えることが可能とされているよ。そして、乗員3名の他に、車体後部の向かい合わせの座席が設置されている兵員室22名が搭乗することができ、これは96式装輪装甲兵員輸送車の乗員2名と兵員8名よりも多いぜ。また、機動力が高く、不整地走行における速度とトサカ力のみならず、乗員の乗り心地までも高いレベルで両立させているため、兵員の疲労が少ないとされているな。さらには、車体後部の左右に水上航行時用のスクリューを1機ずつ備えており、最大時速 10km の水上航行性能も有しているらしい。そしてこの AMV の最大の特徴は、車体がモジュラー構造で設計されていることにあり、各種の砲塔並走センサー通信システムなどを必要に応じて組み合わせて運用することが可能とされ、これによってほぼ同一の車体構造とパワーパックを搭載する装甲兵員輸送車歩兵戦闘車式通信車、走行救急車、戦車、駆逐車、自走迫撃砲、機動砲車両などの派生型を簡単に製造することが可能なことにあるんだ。このことはこれらの様々な軍用車両の製造のコストダウンにつながるほか、整備性の向上にもつながり、戦場における稼働率の向上にも貢献するとされているね。今回発表された共通戦術装輪車はこのパトリシア AMV の構想を参考にしたとされ、すでに実用化され配備が開始されているヒト6式機動戦闘車をベースに各種車両の開発が進められていて、52口径の 105mm ライフル砲を持つ歩兵の戦闘支援用の戦車ともいえるヒト6式機動戦闘車と共に運用されることになるというよ。この共通戦術装輪車の車両として開発が進められているのは、歩兵戦闘車型、機動迫撃砲型、偵察戦闘車型の3種の装甲車両だね。歩兵戦闘車型は、8輪の装輪式歩兵戦闘車として運用され、乗員3名が車長砲手操縦手によって運用される他に兵員8名が乗車でき、搭載されている武装はマーク 44-30mm 機関砲とマーク 52-7.62mm チェーンガンだぜ。機動迫撃砲型は、車長操縦手照準手砲手弾薬手の5名が乗車する装輪タイプの自走迫撃砲として運用され、車両後部には 2R2M 迫撃砲を搭載しているな。この 2R2M 迫撃砲とは、フランスのタレス社が開発製造した車両搭載型のライフル付き 120mm 重迫撃砲で、アメリカ海兵隊ではこれをさらに発展させたドラゴンファイアと呼ばれる、すべてにおいて自動化された重迫撃砲システムを運用しているらしい。そして偵察戦闘車型は、車長砲手操縦手監視員石膏員の5名によって運用され、武装は歩兵戦闘車型と同じマーク。44-30mm 機関砲とマーク 52-7.62mm チェーンガンで、歩兵戦闘車型では兵員を登場させる車体後部に、カメラが搭載された監視装置や衛星通信アンテナなどが装備され、陸上自衛隊が現在運用している87式偵察警戒車の後継車両的な扱いになるのではないかと見られているね。防衛省ではこの共通戦術装輪車をその機動性能や火力などについて評価した上で、ヒト6式機動戦闘車が配備されている即応機動連隊及び偵察戦闘大隊への配備を見込んでいるというんだ。即応機動連隊とは25代以降平成26年度以降における防衛計画の大綱によって新編された連隊で、機動師団機動旅団の隷下部隊として2018年3月27日平成29年度末から編成が開始され、現在は6個連隊が編成されて配備されているね。これまでの連隊は普通科など単一の職種で構成される最大の部隊単位であったが、即応機動連隊はヒト6式機動戦闘車をはじめとする装輪装甲車などを保有することで、機動力と非輸送性が高められた諸職種部隊でありパッケージ化されていて、有事の際などに必要に応じて諸職種部隊となる普通科部隊とは異なり、平時から諸職種部隊で編成されているため有事の即応性が高いぜ。また、機動迫撃砲型の同じく量産単価は約 8.6 億円とされ、そのライフサイクルコストを約1529億円で計上しており、約100両を取得するようだな。メディアや軍事専門家の中には、同様のコンセプトを持つ2種の装輪装甲車を採用することに対して、共通戦術装輪車に対してさらにコストがかかる AMV の採用は取りやめるべきとの批判的な意見を述べる人もいるよね。しかしながら、共通戦術装輪車は2024年度平成6年度防衛予算で歩兵戦闘車型24両及び、機動迫撃砲型8両の調達を予定しているに過ぎず、まだ量産化されていないことから6個の即応機動連隊への配備が完了するまでには時間がかかり、それでは相応機動連隊が有事の際に役に立たないよな。そのために、すでに量産化され数年で800両以上の調達が可能な AMV をひとまず運用しておきながら、共通戦術装輪車の保有数を増やしていくのは合理的であり、三菱重工業など国内の防衛産業を維持成長させておくことは国防上の最重要課題であり、そのためにも防衛装備品の国産化と、兵器における最新技術を学べるライセンス生産を並行させていくことも必要だろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年11月中旬、日本の大手マスディアの複数社が航空自衛隊が現在運用中の F2 戦闘機の代替機について、本年末までに日本とイギリスとイタリアの3カ国による共同開発の契約が正式に公表される見通しだと報じたよ。いよいよ現時点では2022年も残り1ヶ月余りとなり、その正式な発表の報道を待つ形に変化は見られないが、日本がイギリスとイタリアをパートナーに選択することには少なからぬ課題が残されていると見る向きも多いようだな。さて今回は日本がイギリスと協力し、次期戦闘機開発を進めている件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。太平洋戦争での敗北以後、日本の自衛隊の装備する兵器の中でも特に戦闘機という分野においては、アメリカの影響下から離脱して独自路線を追求した過去はなく、その有効性に疑義を投げかける声は少なくないんだ。ただしそうした見方は多くとも、かつての F2 戦闘機の時点のようにその開発をあまねく国産で実施しようというような主張は見られず、さすがに今の時代に世界レベルの機体を日本が独自に作り上げるべきとする考えは見られなくなったな。とはいえ航空自衛隊の次期戦闘機開発に際しては、実証実験機の通称シンシンが存在し、これが機体の規模的にははるかに小型であるとしても、一応のステルス性能を自前で用意できたことは今一度思い起こすべきだろう。また IHI 社は試作機ながら XF9 エンジンを防衛装備庁に納入した経緯があり、同エンジンは水力やタービン付近の耐熱性に関しては、今の戦闘機に求められる水準を十分にクリアする数値を示していたことも記憶には新しいぜ。こうした機体そのもののステルス性能や、搭載するエンジン等の戦闘機開発に必須である数量な要素のいくつかの分野においては、日本が純国産化を行い得る可能性を感じさせていただけに少し残念な感覚も残るよね。ただしこうした要素技術ごとに多少期待を感じさせる部分が見受けられたとしても、トータルな戦闘機として世界レベルで通用する機体の完成には至らないのだろうと逆に実感させられたとも言え、その目はほぼなくなったと言えるんじゃないかな。それでも日本側としてはこれまでの経緯の中で得られた技術を集結し、日本の防衛産業の推したる三菱重工業社にプロジェクトを統括させ、その傘下に各分野の国産メーカーを置く布陣で次期戦闘機開発を迎えると目されていたんだ。そこに今の西側諸国の第5世代戦闘機としては唯一の選択肢となっている F35 ライトニング2。これを擁するアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援を仰ぎ、次世代戦闘機の開発を進める形が最も手堅いとみなされてきたってわけ。そうした動きは戦闘機に止まらず、戦後大半の兵器システムをアメリカに準じたもので揃えている自衛隊にとってはリスクの少ない方法であり、両国の軍事的な連携を図る上でも必然と言える流れだったと思えるよ。しかし当のアメリカやロッキード・マーチン社は、航空自衛隊が推進している次期戦闘機について、自国内で行っている NGAD ニュージェネレーションエアードミナンスとのギャップが大きすぎると判断したと言われているな。アメリカ側としては航空自衛隊が開発を進めようとしている次世代戦闘機の能力は、すでに F22 ラプターや F35 ライトニング2で実現しているいわゆる第5世代戦闘機の延長線上にあると捉えており、関与するメリットを感じなかったとの見方も多いぜ。今でも多数の西側諸国に対してアメリカは、いわゆる第5世代機の F35 ライトニング2や、それ以前の 4.5 世代機とも言われる F16 ファイティングファルコンの最新型の V 型などを多数供給している現実から、日本の次世代戦闘機の数など少なすぎるんだろう。現在までに日本の航空自衛隊が生産を行った F2 戦闘機の総数は試作機も全て含めて98機であり、次世代戦闘機もこれらを全て代替する計画とはいえ、ほぼ同数の90機前後を調達する計画となると考えられているね。前述した F16 ファイティングファルコンはこれまでの累計で5000機を超す生産数となることが見込まれており、これに比すれば日本の次世代戦闘機の数などわずか 2% にも満たない少なさであることは事実ってわけ。こうしたボリュームという工業製品の生産にあたっての効率化という側面から見た場合の重要な点に加えて、アメリカは NGAD ニュージェネレーションエアードミナンスにて新たな概念を模索していることも影響していると思われるよ。未だアメリカ側から具体的な NGAD ニュージェネレーションエアードミナンスの開発状況は発表されてはいないもの。現時点で最新鋭の戦闘機たる F35 ライトニング2を含め、その位置づけは大きく変化すると目されているな。最も大きな違いとしては、近年の F16 ファイティングファルコンや F15 イーグル等の当初はいわゆる第4世代と言われた戦闘機たちが、搭載するアビオニクスや並走システムの換装によって近代化を進めるような手法は採用しないとされる点だぜ。今やこうした戦闘機たちは繰り返される近代化改修によって、リリース時とは比較にならない能力の向上を続けてはいるものの、40年以上にもなる長期的なスパンで運用を行うことはメンテナンスコストを膨大に増加させているってわけだ。そのためアメリカでは NGAD ニュージェネレーションエアードミナンスについては、もっと短いスパンで新型機と入れ替えを行うことを前提としメンテナンスコストを低減させることで、トータルのコストを下げる手法を目標にしているとされるね。こうした戦闘機開発をめぐるコンセプトの一大転換をアメリカは期としていると考えて良さそうだけど、現行の F35 ライトニング2を見ても電子機器の絶えざるアップデートで能力の向上を行っている状態を本当に覆せるのかは未知数なんだ。アメリカ側では軍の高官がすでに NGAD ニュージェネレーションエアードミナンスは、初飛行を終えているとコメントは言っているものの、視覚的にこれを裏付けるエビデンスは出されておらず、判断はできかねるよな。さて日本の次世代戦闘機開発に話を戻せば、日本が今の時代に一国で純国産の戦闘機を手掛けるよりもリスクは少なく済むとは思えるが、アメリカのロッキード・マーチン社等からの技術支援と比較して有効なのかはまだ不透明だろうね。イギリスでは BAE システムズ社を中核とするテンペスト計画を先行させてはいるが、同社はドイツ、イタリア、スペインの4カ国で開発されたユーロファイタータイフーンの実績を持つけど、同機はいわゆる第4世代戦闘機だから。そのため巷では第6世代戦闘機に該当すると言われてきたテンペスト計画は当然未知の領域であり、その開発もこれまでのところでは順調というよりも、むしろ難航していたというのが進捗を表する正直な感想だな。このテンペスト計画には BAE システムズ社以外にも、機関部にはロールスロイス社、レーダセンサ類にはイタリアのレオナルド社のイギリス法人が参画するなど、ヨーロッパを代表するプロジェクトであることは間違いないぜ。現時点では日本の次世代戦闘機の開発が、このテンペスト計画の一部として統合されることになるのかも含め未確定事項が多いが、おおむねイギリスサイドでは日本と戦闘機開発との協業を歓迎する雰囲気が応一しているってわけだ。しかしそこにはまがいなりもまだ世界第2位の経済力を持つ日本に対し、そこから拠出されるであろう多額な開発費負担を当て込んでの政治的な判断との見方も多く、手放しで日本が喜べるか否かは判然としていないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。